どうも、ヘルサレットです。さあ、デスストランディングやっていきましょう。今回は受注依頼があるので、こちらの方をしていこうかなと思います。今回の依頼は特別なものだ。ほう。依頼の概要、詳細をよく見てくれ。壊れ物と。いう感じか。50%目は壊れ物、割れやすくできるだけ、衝撃用か。そしてこれ一つだけにしていった方が良さそうかな。とりあえずちょっと壊れ物なんで一つだけでいきますか。さあ、ロピオファイル一つと、はしご一つ、あと建設も持っていこうかな。まあ、こんくらいあれば十分でしょう。さあ、手荷物は、手荷物にした方があれかいいのか。まあ、割れ物なんでね。依頼が受注されました。おお、行ってらっしゃい。なんで今外した。スキャンを開始します。いや、その勝手に置くか、ずっと握っとけってことか。荷物、なんで落とすかな。さあ、ちょっと厄介そうだが、このまままっすぐ行こう。その一帯はミュールの活動地域だ。はいはい。時にはミュールを避けて進むべきだろうな。彼らに捕まらないように。彼らはもともとこの世界を復興させるために身を挺して物資を届けた人たちだった。荷物を届けてもらった人々が感謝をしてくれたらそれで満足だった。だが彼らの崇高な理念は次の世代になるといつの間にか忘れ去られた。復興も感謝も彼らには関係なくなってしまったんだ。まあ、もともとはっていうところがキーっぽいけど、乗れなさそうだもんな、車。行ってらっしゃい。ほいほい。このまままっすぐだね。乗れなさそうな雰囲気は全くしない。そしたら、早速金属が落ちてる。というか、初だね、こっちの体力はね。なんかあるじゃん。これはなんだ。あ、もう積んだ感じだね。国土復旧。さあ、国土復旧できるようになりましたね。国道が通っていた。第一次遠征隊が舗装用の装置を設置したが、復旧させるにはさらに素材が必要だ。ってことは復旧はここからなんだ、できるのはね。セラミックを持ってこないといけないって感じだね。さあ、全部が揃ったらっていう感じか。サム、ちょっといい？配送センターなどの施設に保管された素材は装備品の作成に使える。引き出して建設に使うこともできるわ。
だけどあなたが使える素材の量は施設ごとに違う。それぞれの配送端末で確認して。貯蔵された素材をもらうことができますと。ただし使える量は施設ごとで異なると。まあでも素材はどっちみちなんか効率よ。さあ金属落ちてるがっていう感じか。だいぶ迂回していく感じかな。こちらといるね。これはとりあえず超えない程度に回っていってみようか。結構そこそこいるね。さあどこまでエリアとしてっていう感じもするけどね。いけるか。あ、いけないか。ここ自体は登れなさそうな感じだね。これはもう避けては通れぬ感じか。観測塔を使うと。位置が分かるわけね。お、すげ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 。めっちゃ左側いるじゃん。ここにいた。あ、めっちゃカエラル落ちてる。あれいいな。さあとりあえず逃げよう。正面からの攻撃はガードされると。おお、めっちゃ飛んでくるじゃん。とりあえず めっちゃ後ろ来てる。危ない危ない。ダッシュダッシュ。このビリビリもやばそうだな。飛ばしてくるじゃん。とりあえず切り抜けてって感じにはなりそうだけどね。痛い。あ、まるまる、ダッシュダッシュ。さあいきなりか。おない。目的地は。意外と草むらを使って逃げるのかなと思ってたんだけど、そんなことねえ。で。おー、痛い痛い。
来るな。さあこれで、まったく、そんな来なくてもと大変や。これでちょっとは重量的には楽かな。金属400、あそこか。あれ気になるな、納品のさ、うわーマジか。まあ2回取られかけたからね、まあ無理だよね。とりあえず箱を、まあ草むら使ってどうにかできそうな感じはしたけど、まあ一度に使ってたら意味がなさそうだね。また侵入する場所ちゃんとしてれば意外とサクサクっといけた感じではあるわけか。いや他のもの持ってきてなくてよかった。さあ金属はあっちにあるが、いやー大変やん、これはこれで。なんかうまいこと撃退するアイテムも欲しいところだね。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。ああフラジャイルのマークがあるね。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。さあ納品、これでどうだろうね。荷物を納品します。ありがとう。君がサムブリッジズだね。聞いてるよ。たった一人でこの大陸をつないでいるんだろう。荷物も運んでくれた、ありがとう。フラジャイルエクスプレスが機能しなくなって困っていたんだ。荷物を確認するよ。結構普通の人出てきたね。すごい、大事に運んでくれたんだ。ああそれでいいんだ。報告させてもらうよ。ありがとう。まあちょっとね、14%。2? まあ2か。お、ブリーチリンクが上がり始めた感じかな。言っておきたいことがあるんだ。ほう。クラジャイルのことだ。テロリストの片棒を担いだとか無責任な噂を聞くこともある。でもそんなはずはないよ。彼女たちはいつも体を張って荷物を届けてくれた。彼女こそが英雄だよ。私はこのシェルターで生まれた。だから今でもこの狭い世界しか知らないんだ。外の世界もアメリカのことも想像するしかなかった。キューピッドがこことアメリカをつないでくれる。そうだろ。楽しみだ。 UCA に加盟するよ。通信をつないでくれ。結構簡単にしてくれたんだよ。まあこういう人が珍しいってことだろうね。いやーでもああやって襲われるんだったら乗り物も欲しいよね。あ、結構細けえな、こっから。
お、パワースケルトン。スモークグレネード。他のプレイヤーね。ようやくだ。スタンドアロンだった 3D プリンターもカイラルプリンターになる。それにだ、このエボデボ装置を組み合わせれば過去の物体の再現もできるようになる。失われたアメリカも蘇るかもしれない。それに各都市の情報やミュールやテロリストの動向も把握できると聞いている。そうだ、君はアメリカを届けてくれたんだ。ありがとうサム、またお願いするよ。そうだ、もしよかったらこれを使ってみてくれないか。私が開発したアシストユニットだ。シミュレーションでは完璧に動作している。実地でのテストも兼ねて使ってほしいんだ。良さげだったら使ってくれ。使わせてもらいたいよね。ダンボールパワースケルトンレベル1をゲットと。足に装備することで運動を補助強化してくれるアクティブスケルトンの一つね。そのタイプは関節部を強化した重量特化型みたい。アクティブスケルトンは装備するだけでも効果があるけど、ブースト中はその性能を最大限に発揮する。どう？早速装備して試してみたら？そうだね。そしたら荷物を外して装備する。お、なんかついたね。ただつけれる。あ、じゃあね、装備品がついたことによってって感じかな。いくつか外れたね。あ、でも重量が増えてるね。あ、そりゃいい。ありがとう。じゃあまた来てくれ。お疲れ様でした。おお、すごい。欲しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。で、リサイクルするものは、武器製作もなんか、スケルトンか。いや、違う。スモークグレネードも増えてるね。受注。ノットシティか。あ、受注しよう。せっかくだし、さあこれでいくか。よし、一つカイラル通信がつながった。残り2箇所。残り2箇所なんだが、ミュールの範囲がやばいぐらい広いね。で、ここはそうだね、施設的にっていうところか。エンジニアと。なんか乗り物とかあれば一番良かったんだけど、グレーで遠回りしていくか。武器のロックを解除します。いや、めっちゃ快適。これで走れるの快適だね。車が欲しいところではあるね。 DB もちょっとストレス溜まってそうだから一回プライベートルームに入って、残り2つをまとめてやっちゃいます。異常なし、ようこそサムポーターブリッジ。やあサム、同じ
ありがとうサム。お、上がったね。うん、リーチリンクめっちゃ上がった。で、これがグレートハンドラーで、ああ、他プレイヤーとストランド契約を結べるようになったと。14まで一気に上がったね。ここまで来ないと上がらない感じだったのかな。あんまり成績は良くなさそうだな。マジで水流されたけど。ああ、意外と OK だね。エース。では、まず。お疲れ様でした。さあ、これで OK。行こうか。あ、また違うムービーだね。絶対お酒飲んでるよね。気が酔ってるもんね。バレンタインかな、飲んでるのは。私がバカだった。お、なんかだいぶ顔あざだらけ。リサはもう助からない。いや、そんなウイスキーっぽいのをそんなガブ飲みしたらね、やーべえ。すまないさ。私のせいでママは。何があろうとも。その奥さんはなんでっていうところだよね。さあ、サム、建設物の強化協力依頼ができるようになった。特に強化したい建設物を指定するといい。ってことは道路とかそういうことか。これで OK。 じゃなくて結構離れてるの、こことここか。道的にこう行ってこうのが良さそうだね。すごい直線的に書くけどね。これでこう、エンジニアのところだとこういう道で帰れたわけね。開始します。靴の替えはあると。この辺りかな。もう電気装置はちょっと建設か、まあ持っておいた方が良さそうだね。日が出てるときは問題ないという話だったけど。
これだよね、一回出ないと横行けないもんな。いけない。マジでそんなシビア。行ってらっしゃい。行ってきます。まあ物資に関してもあれなんだよね。ギルとかないと使えないっていうところもあるからね。マップになって本格的にああいうところとか登れるようになるのかな。あ、行けそうだね。だってクレーターのところまで行けるもんね。いいな、あの雪山行ってみたいな。あそこパワースケルトンあればそれなりに良さそうな気はするんだけど。あれ、エアブロッカー、あれもちょっと行ってみたいね。散歩企画ありだね。っていうかこの辺りがどこの地区になるかも知りたいんだけどね。さあ、ここか。まだまだ先だね。トイレとかもちゃんと活用しとかないとね。破棄する人のいいねを邪魔するっていう感じだね。できてなかったな、そういえば。お、めっちゃ俺喜ばれてるね、さっきからいいね。なんか使ったっけ。よし、いつまでか1万4000いってるしね。ありがたい。こういいね使われるのもあり、本当いいね。いいねっていいねで終わらせたっけ。楽しいわ。ちゃんとね、道路を完成させたいのもあるんで、やっぱ配送が楽になるっていうのはさ、いいと思うんだよね。まあ、道つなげていった方が、このゲームの真髄をやってるような気はするからね。つなげるっていう意味では、ああいうところに乗って全部、なんかロープとか置きたいよね。やっぱ行きたいなっていうところに置いておきたい気はする。だからその開発通信つなげると他の人が道路をっていうところがあるから、多分そうだね、破棄したりとかそのあたり出てくるんだろうね。メモリーチップさいか。それは調達依頼だ。はいはい。君も欲しいものがあるならそれを利用してみてくれ。あ、これに例えば、血液グレネードを、あー、なるほどね。ここに入れてねっていうことか。ブリッジリンク。ブリッジリンク。おー、これか。他の配達人との関わりを確認することができるわ。
はいはい、つながりを強くしたい相手とストランド契約をしてみるのもいいわね。あー、これで表示させる動向で、お、すっげえ、250レジェンドじゃん。お、すげえな。っていうかね、比較的高い人が多くてちょっとびっくりだ。で、ここら辺はね、運だからね。誰とつながるかは。この辺りかな、ログインするたんびに変わるのかな。逆にこれあれか、あの関わった人っていうか、ストランド契約すると道ができたりとか、そういう元になるわけか。ちょっと考えも嫌な、この契約は。まあまあ、見られてる方でもし契約されてる方は全然問題はないんだけどね。そうか、こっから先はエリアか。血液グレネード、今回に限って、あ、いや、持ってきてるね。よし、あ、2ページ目もああやって開けるんだね。これ以上そっち側行くのはきつそうだ。まあ、休息地点もそこあるし、気楽に行こう、気楽に。足掘りとくか、とりあえず。さあ、これで軽くなったついでに安定して進めれると。さっきもろをこぼしたからね。ちょっと川は慎重にならざるを得ない。よし、それ以上は行くとって感じか。お、道路あるじゃん。あそこセラミックもあるな。よし、カエラル通信だけちょっと納品しておいてって感じでいこうか。それともこれ戻ってきたのかな。あ、戻ってきた感じだね。しかも道あっちだし。いや、これ初か。初だ、初。まあ、納品できるものだけしちゃいますかね。どんどん違う方向に行ってる。これをちょっとこっち側だね。足場が悪い。しかも雨が降ってるってなるとなおさらだね。雪山、あれ登りたいな。何からしよっかな、登るところね。探索いろいろしたいんだよね、物語進めるようにね。ありな、ありな。一発目あれ登るか、ライブ配信で。よし、
ちろんね、アイテム制限しつつだけどね、ロープは持っていっていいかな、はしごロープどっちかだろうな。でもこれ登りたいね。よし、あれ山なのかな、その山が分かれば大体この辺り何がありそうとかアメリカの地形は分かりそうなんだけどね。さあ、カエラル結晶を、預けられるところはどんどん預けていって、タンタタタタタタン、あっちは緑だ、意外とこあっちか。意外と流れが早い。使っとくか。失敗から学ばないとね。素材が。あ、国土建設範囲だからダメってことか。考えました、ね、ここもダメ。ここはまあ作ってない人多分使うであろう、ね、ただちょっと斜めなんだよね。カエラル通信外から出たと、くれ結晶、結晶はなんか枯渇してきそうだな、このペースでの品っていうかしてるとね。お、もうちょいだ。音からするとやっつけてるような音風にしか聞こえない。はしごを使いすぎたか。お、他のプレイヤーに喜ばれたの。あ、口笛もし、なんかしてたの。どうだろう、深いな、どっちかな、こっちかな。あ、めっちゃ不景じゃん、あそこやべえな。アワスケルトンの効果があったとしてもだよ。あ、深いね、もうそこか、行くなら。うまいこと罰を使うといけるね。さあ、ちょっと休息。あ、見えてきた。あ、そして道路もあった。国道いいね。素材の効率的な集め方を見つければだね。多分ミュールでしょ。ミュールから奪う手段をどうにかして習得してからだろうね。
チめっちゃ落ちてるな。ほんと BT 狩りもそのうちしたいな。あの BT 狩りになるよね、そこを消費してるとね。これは大きいぞ。1208、いいね。え、東北の癒しの湯、マジで温泉湯に使う。おお。効能はカルシウムイオン、硫黄塩か、霧見打ち見と効くと、スタミナが早く回復できますと。いい湯だなってね。おー、BB と接したりはない感じかな。休憩時間12秒、そんな短かったか。じゃあもっと長めに休んでも全然良さそうだね。いいな、なんかこのお湯の近く、温泉の近くなんかしたいね。え、結構ここもでかくねえか。クラフトマン、名前からしてなんか作ってくれそうな感じだね。エクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認、施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認、お疲れ様です。いやー、さすがにこの辺りにアイテムは落ちてないだろうから。納品、どうかな。荷物を納品します。ああ、ここが BT 兵器か。フラジャイルエクスプレスじゃないのか。ではないですね。ブリッジズが ID を借りて運んでくれたのか。ありがとう、ご苦労様。荷物は受け取るよ。荷物の状態は。いや、いいんじゃないかな。まだ何とも当たってないしね。物久しぶりに見たよ。ありがとう。大変だっただろう。まあ移動距離が長かったね。さ、もう劣化なしと最高な状態。さあブリッジリンクが38上がった。あーすごいね。ウーバー級の達人。他のプレイヤーの同期量が 10% 増えましたと。契約数増加、いいねの数も増加。さらにスキルドムーバーにアップと。153、さあ40まで来た。エキスパートムーバー24と。さあ50、一気に上がったな。エリートムーバー、上がりすぎてびっくりやろ。しかしあんたいいのか。何が？ミドルノットを全滅させたのはリーダーのフラジャイルなんだろ。テロリストの仲間だ。もう荷物を運ぶ資格はない。はあ、そうなのか。あんたたちが代わりに荷物を運んでいるんだな。そうそう、噂はやっぱり本当だったんだ。だとしたらブリッジスも信用できないな。このところまた物騒なテロが起き始めた。アメリカ再建の動きが分離過激派を刺激したらしいじゃないか。あんたたちとつながれば俺の脅威も増える。なるほどね。必要なものを確実に運んでくれれば俺はそれでいいんだ。その一つがこの血液グレネードでもある。開発したのは評価する。だがこれを UCA が独占する必要はない。
そうだね。この辺りにはどこにも属していないポーターたちもいる。こいつを量産してそいつらにも渡してあげたいんだ。あんたはいいやつだ。苦労は認める。俺の荷物を運んでくれたしな。まあね、それとこれとは別っていうことね。もう少し信用しないとな。もう当然といえば当然なところだね。もう一つ聞いてくれないか。いいぞ。どうだ。依頼を出すよ。配送端末で見てくれ。了解。まあまあまあ、そうだね。基本これが普通に。だよね。プライベートボックスから。はあ。そうだね、ここはプライベートボックス連動してないからな。受注。すっごい嫌な予感がする。そしたら、これはちょっと次回に回そう。その前にだ。先にこっちを行きたいね。反応だと思うんだよね。いきなり荷物は運んでもらったけどっていうところだよね。これはさっき納品したやつ。ちょっと待った、めっちゃあそこいるな。ただ面白いのは車めっちゃ欲しいな。はしごセラミック、樹脂、なんかいろいろあるね。いけるか。でもリスク高いな。車を今もらうために、もう破損だね。あ、機械。あ、そこもあるね。いやー結構使うな。ってことはここまで車つなげれるのか。車とか道路ね、移動手段バイクか車が手に入れば。あ、あそこにもあるね、ちゃんとね。え840。840ちょっと多すぎね。まあまあいいか。この道で合ってるのかな。あ、やっぱ逸れてるね。内側に、左側に戻る。やっぱこう目印になるものないと方向感覚わからなくなるね。荷物を持った状態で荷物殴り、荷物投げができると。へえ。
方向、まあどっちみち警戒エリアに入ってくる感じか。いや大丈夫だね、まだ。お、ここめっちゃ行ってみてえな。さ、BB が立ち止まるのもありか。この上、左にしとこう。退散していったね。反対側だったからか、水に。さあさあ、ここも登っていって、やっぱ通しっぱなしかな。ここはダミー。お、意外と消える。さすがにアイテムはそんなにないが、眺めめっちゃいいね。はあ、登ってこれるとここまで来れるってことか。帰らう帰らう。結晶を月中、さっき800使ったからね。普通のおじいちゃんが来たね。一人の私でもここまで命をつないでこれた。それは何の見返りもなく配送してくれる君たちのおかげだ。どれ、薬の状態はどうかな。いや完璧や。たっぷりある。すごいな、ありがとう。さあ、劣化なし、まあ問題なしだね。エリートムーブが、マスタームーバーにランクアップと。サービスが、おお、本当だね。ああ、君はフラジャイルエクスプレスの代理なんだな。もうあんなテロみたいなのは勘弁してくれよ。創業者の後を継いだ娘のフラジャイルが別の配送業者と組んでからだよ。この辺りはなんだか物騒になってしまった。ミドルノットの爆破にはフラジャイルが関わっている、そういう噂があるが、全くのデタラメとは思えん。ある意味で彼女も被害者の一人なのかもしれないが、カイラル通信をつなぎたいっていうのか。そうそう、あんたたちブリッジズとの契約なら構わんが、いや CA には加盟しないよ。それでもよければやってくれ。
ああ、なるほどね。フラジャイルから話は伝わっているようだな。 UCA に加盟せずブリッジズと契約する場合はその場所にカイラル通信を接続するだけということになる。契約者はブリッジズによる配送サービスを受けられる。それからカイラル通信のインフラや機能を使うことができる。互いに技術を交換して新しい装備を開発したり相互の情報を見ることはできない。つまり我々との情報共有はなされないということだ。君はその場所ではカイラルプリンターで出力された機材を受け取ることもできない。できれば UCA 加盟までこぎつけることが理想だが、やっぱそういったようにリスクがあるってことか。カイラル通信ができれば最低限の目的は達成したことになる。いつか UCA へ加盟してくれるかもしれない。ブリッジズ契約に必要なキューピッドは配送端末が自動的に選定する。それではキューピッドを接続してくれ。イエスさ。徐々にだね。めっちゃこっち多いな。彼女の組織は大きくなりすぎた。この時代私たちも運ぶ方もこじんまりとするべきだ。君はそうは思わないか。そうじゃないとまたあの時代の過ちを犯してしまう。合衆国、連邦、連合、共和国、異なる人間たちが一つにつながるなんてカオスだよ。いや、おじいちゃんがそれ言うか。人と話すのは久しぶりでな。うん、まあそういうことね。それじゃあまた。でもこう玄関まで出てこないっていうのは新しい家。面白いね。受注指名なしか。未満。ああ、じゃあこれとこれして、うん、これで良さげだね。まあ、結構来たね。で、気になるのはここの上、ここ行きたいんだよ。ここをね、次回に回したいから、今回ここぐるっと回るまでやっていきましょうかね。まだ通信がつながっていないシェルターで依頼はなかったか。さあ、さらにっていう感じか。え、僕復旧させたっけ、国土。そんな記憶。うわ、てかちょっと待った。いいねがやべえんだけど。俺国土復旧させた？マジで？いやいや、あざす。もう4万。そんな記憶はなかったらもう4万。あ、これいいね。これちょっと。さすが。大体こう一周させると、
まあまあまあこんな感じか。この辺りぐるーってしてもって感じ。どうでも。荷物が重いのは確かにあるからな。おい。これ掴んどかないと。まあ、意外とこっちから来た人よ、おて。ロープ使っとけばね、何かしら役に立つんじゃないのかな。いや、でも道路はあれだね、帰られだけでもやっとくと全然いいね。さあ、この辺りで OK だね。マジで。よいしょ。まあ泣かれるとね、いろいろ大変っちゃ大変なのよね。安心してくれたね、ベイビーと。まあちょっと急ぎすぎたか。俺道路直した記憶ねえんだけどな。カエラル結晶を置いてて誰か直したってことかな。よし。さあ、エルダーというのが落ちてる。セラミック40か。エンジニアはそっちね。はいはい。ちょっとそのエルダーっていうのが気になるね。燃料か。よし。さあ、金属も。そろそろ切れかけてきてるね。やべえ、やっちまったー。何かと
水の中が操作が苦手な感じなの。太陽が出てないのがちょっときついね。頑張ってください。73だったらまだいけるね。結構落ちてるね。この辺り取っておいて効率よく。エンジニアの配信が結構あれね。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。よ依頼されたグッドグッドのマークが納品。まず落とし物と、あいや、もうブリッジリンク本当上がるの早いね。まだまだ。納品があって。サム、すごいじゃん。完璧と。ヴィンテージワインだったんだね。ああ破損してたねちょっとだけ。あとちょいか。ありがとう。で、お疲れ様でした。新しい。さらにこっから受注できるものしてしまって、あーそっちね、往復ね。武器作成できるのでかいね。これは一つ取っておいて二つにしとこう。これで OK。 受注したいのは山々なんだけど。おい、ありがとう。ここだな。武器のロックを解除します。あ、またしくった。それじゃないんだな。どうしてもそのボタンを間違えてしまうの。通信がねっていうところもあるんだけどね。まあでもこれができれば意外とね。切れてないか。
ちゃ回復早い。問題こっからだね。車だったら突っ切るのあり。これでこれでよりバランスは良くなる。さあリペアスプレーを持っているかで一回ガードを外してドーンと。はい、ガード外してしまえばいけるね。その武器欲しいな、槍。最高じゃん。物資は全部いただいていこうか。スケルトンがある。レベル1か。おお、あとこれこれこれ。ポストをアンロックして、落とし物。フィールドに置いて、背負う。さあこれでまだ持てるよ。持てないか。一旦これで、あ、で思ったのは車とかないのかな。ファーストレートの 10キロか。これでもオンラインで納品してあげたら良さそうだね。取れない感じがするね。よしよし。
ああそうか、そんな感じか。積むことができないって。まあ仕方ないか、ここまで来たね。とりあえず倒せただけラッキーとして行こう。ああなるほどね。逃げる感じだったんだね、隠れながらね。まあ、ド派手に行ったけど。なんであんなところにエンジニアのアイテムが。あれ取れるかな。詰めるんか。通路のところで使えねえかなと思ってんだよね。一部ね、一部使えれば。片付けたりとか、荷物もいっぱい集めて戻ってこれましたね。ID 認証頑張ってください。クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物をレイクノットシティへ配送センターへ進んでください。車欲しい。乗り物が欲しいね。ミュールの対策をなんとなくできるようになってきてるから、国道もつなげたいしね。手なかったね。
落とした同僚が人気絶頂の配達員。お疲れ様でした。だよね。あ、年代書物。そしてこれだね。あ、無事納品。さすが伝説の配達人、完璧な状態。あり。オッケーだったみたいね。いやー結構大変だったけど途中ね倒れたしね、最後の最後に倒れたね。まあでも S ランク。140か。ではまた。お疲れ様でした。さあ、あとは、このたまりにたまった。アイテムね。でもこの金属とかこの辺りはまた別で使えそうだからプライベートに直しとくか。その持っていかないといけないっていうのがあるからね。これこれこれと、これもプライベートボックスで、今の金属がリサイクルされてないと。決定してなかったからか。うん、いい感じだね。あ、パワースケルトン置いてきたか。あ、めっちゃ落とし物ある。うん、これをでもどこに届けるかっていう話になるんだよね。とりあえずプライベートルームに戻ってっていう感じしますかね。はい、ということで、結構なんか国道いろいろしてたら、いいねがやばいことになったね。7万、やべえな。まあまあ、いい感じに上がってきてるんで、国道しながら、あ、国道はちょっとあれかな、ライブ配信もうまくやっていこうかな。ちょっとね、いろいろつなぎながらゆっくりするのが面白いんでね。そんな感じでやっていきたいと思います。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。
最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。